ばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるから、カイネはあっちで待ち伏せして。分かった。無理はするな。うん。挟み撃ち。これあれっすね。やってること同じなんですけど、やっぱゲシュタルトとなんかやってる人が違うとなんかこうも違く見えるんだな。こう最初二段ジャンプしなくてここで積んだと思った。うん。いで。やめてくれ。はい。いて。刺激するのか。これでカイロが挟み撃ちてくっ、ダメなの。くー、あ、死んだ。え、ゴリ押ししすぎたか。もうそんな減ってたのか。すいません、ゴリ押ししすぎました。てかこれか、なんでこれだけついてんだろう。まだ ダリ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 。まずい。行きたいのは山々なんだけど、あ、こっち上でいいのかな。チェイ、かっけえなこれ。よしよし、隠しとこ。これはいけない。ん、いいんか。おや、外れじゃねえか。こっちシュールだなこの動き方。あれ、こっちじゃない。しまった、これ来ちゃ、来た方か。上に行かないとダメだよな。飛び方シュールだなマジで。こっちか。あ、こっち。ピーマンの種、なるほど。あれ、こっちでもない。あ、スイカ鳴ったね。やった。ここでそっか手に入るのか。え、これどうすりゃいいんだ。これあれかっていうか、あの上とかじゃなくてこっちでよかったのかな。あ、違うな、やっぱ。迷子になってる。助けてくれ。これ来た方だもんな、だってこっち。あ、くそ、なぜ上行けないよ。けど
あっち行けばいいんだな。くっそ迷子になってる。理解力が足りないこのゲーム。溜まってますね。溜まり場になってるな。ヤンキーの溜まり場になってる。んでこっちか。うん、そばまで来ていた。うら、カイネがいてくれると心強いよ。世辞は嫌いだ。世辞じゃないんですよ。友だ、俺はごめんだぞ。全力で頑張るよ。ああ、クソ早いか。うら、ああやばい、やっちゃった。もったいない。これ間に合うか、これ。おお、ギリ。やばい、クラッチした。かあ、辛い仕打ちと怒号の中、生きてたって仕方ないだろう。ねえ、カイネ。それだけか。話はそれだけか。何言ってるんだい、カイネ。おばあちゃんは。話が終わったんなら、その臭い口でもう二度と喋れないように、粉々に刻んでやるって言ってんだ、この。ばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて、死んだって言わない。だから私はどれほど死にたくても、おばあちゃんの畑を見つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。この時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。かっこいいな。減るな。いや、このシーンゲシュタルトでも見たんですけどね、かっこいいっす。やっぱ田中敦子さんいいな。イメージやっぱ違いますね。あ、まさか来たな。めんどくせえやつ。あ、これでどうすか。あ、これ一応一撃。やべ、エネルギーフィールド。うわー、クソ、ガードしたんだけどな。キュースを抜こうか。やべ、あの攻撃は危ないよ。やばいな、これ。あ、届かない。もうちょい。今だ。わかった。
カイネさんは。カイネ、あやつ、あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれん。シロが決めちゃダメだ。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずさ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。死ぬつもりだったのか。そんなことさせん。いいんだよな、こっちで。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、カイネ、こっちだよ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ、生きるんだよ、絶対に諦めちゃダメだ。手間のかかる女だ。死んじゃダメだ、カイネ。生きる、何のために。それは私の復讐はもう終わったんだ。まったく、ごたくの多い女ほど扱いづらいものはない。シロ、我らに復讐を手伝わせておいて終わったらさよならか。たわけが、あれほど俊敏に戦うくせに頭の方は点で回らぬようだな。仲間のために死ぬことこそ剣士の本望なのであろう。仲間、仲間、そうだよ、僕たちもう仲間だよ。別に我はそういう意味で言ったわけでは。じゃあどういう意味で言ったの。それはカイネ、僕たちと一緒に戦ってくれる。若者、単刀直入すぎるぞ。ここはもっと段取りというか、手順というか、なんというか、言葉を尽くして交渉に当たるのが由緒正しき。我を物のように呼ぶでない。我が名は城の書、深淵なる英知の。だからなぜ略すのだ。貴様の言う通りかもしれないな。復讐以外の自分、一緒に来てくれるよね。この剣の使い道が分かるまではそうすることにしよう。黒の幻影、魔法で近くの敵に自分の分身。え、何、面白そう。すげえいい顔だったの。少女のような綺麗な瞳だった。ロストワードか。国門病院、はい、国の方が国門病院治療法。国ですか。砂漠、あ、砂漠か、あっちか。今行く必要はないって言われたな。ヤギ狩りをしてる時に。お話とかできないですか。あ、行っちゃった。あ、かわいい。チラ。あ、これもしかして。カイネ。カイネ、思いっきりやって。帰ってちゃった。何言ってんだこいつって。そういうことだな。
カイネは体力とかどうなんだろう、うん、大丈夫なんですかね。はあ、レベル上がんねえんだな、まだ。あ、1200、あ、レベル10か、今上がりましたね。カイネさんとあれだ、村に行きたい。あとスイカ植えよう、スイカ育てて食わせてあげよう。ヨナちゃんにスイカを食わせる。カイネさん、そっか、こういう感じで仲間になるんだ、うん、これついてこれんのかな、これ、うん、あ、ごめん。あ、楽しい。あ、ごめん、ごめん。あん、いる。やべ、普通に食らってる。仲間への命令。あ、そうだ、そういえば、あ、これやってねえや、そういえば。幻影、幻影量だ。おお、どうなんだこれ、強いのか。おお、ええ、周りに敵いないとダメなのか。おお、ムエイト、ムエイト使えるのか、かっけえ。あ、ムエイト使えんだ。あ、あとあれ、ワード、とりあえずこれか。混乱毒、うん、じゃあこれでいいっすね。あ、なにこれ、あ、消えたし、消えてしまいました。あれ、あ、ついてきてくれる、うん、いいな、なんか嬉しいな。もっとなんか仲間になってくれるのもっとすげえ後なのかと思ってたけど、なんで一人を、ああ、そうなのか。まあ確かに、6月6日、ああ、そうでした、そうなんだ。ん？で、どこ行くんだ？ああ、砂漠か。行く前に、じゃあ、あれだな。あと、デボルさんのクエストがあるな。とりあえず、ヨナちゃんとこ行こう。一目、ちょっと見ときたい。うん。あ、今日はない。なるほどな。あっこう体験版でやったんすけどね。やったにもかかわらずあの低たらく。誠に申し訳ありません。もう少しスムーズにやれよと、うん、いうとこなんですけどね。力のったね。なんか嫌だな、これ。うん、取んなきゃいけないんだけど。ああ、ごめん。へそくりが、頑張って多分。オッケー、じゃあ一旦切りますか。うん。